大谷さん、20年間現役生活お疲れ様でした。次のステージでもぜひ大谷らしく頑張ってください。明神友和です。谷、20年という長い現役生活、本当にお疲れ様でした。当たり前のように見てた景色が見られなくなる、当たり前のようにいた存在がいなくなる、そう思うと少し寂しい気持ちもありますが、今までレイソルの偉大なキャプテンとしてプレーしてた姿、背中は一生忘れません。本当にお疲れ様でした。玉田圭司です。谷、現役生活お疲れ様でした。谷は誰からも好かれる、慕われる人間で、もちろん選手としてもとても頼もしく、チームメイトの時は常に僕のことを後ろから支えてくれました。本当にありがとう。引退決めたことを事前に連絡してくれたことは嬉しかったのですが、発表はまだなので誰にも言わないでくださいねと言われた時は数日ドキドキしました。柏一筋20年素晴らしいですね。これからどの道に進むかは分かりませんが、またゆっくり食事でもしながら話ができることを楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。栃木 SC の矢野貴章です。何、長い間現役生活お疲れ様でした。2003年に一緒に入団して以来、20年間も一つのクラブで過ごしてきたことは、クラブ、サポーターの皆さんから愛された証と言える選手として素晴らしいことだと思います。J1 でプレーしている谷の存在が僕の頑張る活力になっていました。引退することはとても寂しいですが、次のステージでの活躍を楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。ザ・スパッツァーズ群馬、コーチの小林亮です。谷、20年間、お疲れ様でした。20年やってる中で、素晴らしいことも、苦しいこともたくさんあったと思いますけど、一つのクラブで、プレーできたっていうのはとても素晴らしいことだと思いますし、プレーを今後見れないのは残念ですけど、次の道に向けて頑張って、やっていってください。お疲れ様でした。谷くん、お疲れ様でした。細貝はじめです。柏時代に2年間お世話になって、素晴らしいキャプテンだなと感じてました。引退する前に電話もらった時に、話した通りですけど、すごく谷君が引退するのは残念ですけど、また新たな道で頑張ってほしいと思います。今度会いに行きます。お疲れ様でした。お疲れ様です。谷、現役生活お疲れ様でした。レイソル一筋20年本当にかっこいい現役生活だったんじゃないかなと。谷のことだから引退後もサッカー界で生きていくんだろうなと勝手に思っていますが、俺は一足先に引退して次のステージに進んでいますが、次のステージも毎日学びがあって新鮮で退屈しない、そんな次のステージだと思います。なのできっと次のステージも谷も楽しんで過ごせるんじゃないかなと思っていますが、まずはしっかり体を休めて、次のステージに向かう、準備をしていくといいんじゃないかなと思います。お互いこれからまた刺激し合って、J リーグ、そして日本のサッカー界のために、頑張っていきましょう。また会っている皆さんを楽しみにしています。水戸ホーリーホップコーチの田中大輔です。何、20年間にわたる現役生活、本当にお疲れ様でした。その20年を柏レイソルという一つのクラブに捧げたサッカー人生、本当にかっこよかったです。とある対談の企画で、谷にとってサポーターの存在とはという質問に対して、共に戦う同士とすぐに答えたこと、今思い出しただけでも胸が熱くなります。常にチームのことを考えて、クラブのために戦う姿に多くの人が感情を揺さぶられたでしょうし、何かを始める、何かを続ける
原動力になった人もたくさんいると思います。多くの人の人生を豊かにして感謝されるサッカー選手、誰もが羨むサッカー選手像だと思います。本当にかっこよかったです。まずはゆっくり休んで体を休めてください。そして次のステージでも活躍することを願います。本当にお疲れ様でした。谷、現役生活お疲れ様でした。柏レイソルというクラブで谷と一緒に過ごしたことはとてもいい思い出です。これからもクラブのレジェンドとしてレイソルのために一生懸命魂で頑張ってください。引退後もたくさんの仲間たちに囲まれて幸せな時間を過ごしてくれることを願っています。本当にお疲れ様でした。谷、20年現役生活お疲れ様でした。谷とは、同級生でいろんな思い出がありますが、まあ、いろんな喧嘩もしましたね、でも一番の思い出は、多くのタイトル連想で、一緒に獲得したこと、そして選手生活の中で谷を超える経験は何にあっていません。連想で選手として連続を残した来ることを楽しみにしています。お疲れ様でした。ジュビロ磐田の大津ゆきです。谷君からはプレー面はもちろん、サッカー選手として多くのことを学ばせていただきました。自分にとって谷君は永遠のキャプテンです。谷君お疲れ様でした。谷くん、現役生活お疲れ様でした。とうとうこの日が来てしまったなと、本当に寂しいです。谷くんとたくさんこうプレーさせていただいて、本当にいろんなタイトルを取り、いい思い出がたくさんです。レイソルのために20年間というのは本当に僕らも含め、サポーター本当に感謝しています。本当にお疲れ様でしたと言いたいです。そして僕のここからの思いとしては、やっぱりこのレイソルで監督して姿見たいです。なので、これから先もレイソルのために頑張っていただいて、日立大に谷くんが立ってる姿を見たいです。そんな未来を僕は期待しています。頑張ってください。本当にお疲れ様でした。ジェフユナイテッド市原千葉、鈴木大輔です。谷くん、一緒にプレーした時も、そしてチームが変わった今も、僕のことをいつも見守ってくれて、声をかけてくれてありがとうございました。谷くんが教えてくれることに、僕自身大きく成長できました。ここまで、キャリアを続けてこられているのも谷くんと一緒にプレーした経験がすごく大きかったと思っています。次のステージでもみんなに安心感を与える、そして人とクラブを大切にする最高のリーダーとして活躍することを楽しみにしています。谷くん、本当に現役生活お疲れ様でした。谷くん、現役生活お疲れ様でした。レイソルで2年半一緒にやらせてもらって最高に楽しかったです。またご飯でも行きましょう。元柏レイソル背番号3の近藤直也です。谷、長い間現役生活お疲れ様でした。谷とはユースの時から一緒にプレーをし、トップチームに上がってからも長年苦楽を共にしてきました。その中でも J1 優勝、天皇杯優勝、そしてナビスコカップ優勝と3つのタイトルを共に獲得できたことはとても誇りです。2人にとって10年間のサッカー選手とはどんなものだったのでしょうか。またゆっくり話を聞けたらなと思います。これからの2人の新たなキャリアも素晴らしいものになりますよう心から願っています。本当に長い間お疲れ様でした。こんにちは、石川直樹です。谷くん、プロ生活20年間、本当にお疲れ様でした。谷くんは本当に、ユースの頃からですけども、サッカー選手としてはもちろん人としても尊敬できる先輩でした。
多分谷くんは全く覚えてないでしょうけど、僕が16歳の時、高校1年ですね、全く試合に出れなくてすごく悩んでた時に、谷くんが一緒に残り練習をしてくれました。であの日々があったから、自分も本当にこの厳しいサッカー界でも生き残る練習ができたんじゃないのかなと思ってます。僕だけじゃなくて、本当に谷くんに関わった多くの人々が勇気だったり幸せだったり多くの感動を、受け取ったと思ってます。これからも今までのようにどんな人に対しても優しく手を差し伸べてくれるリーダーとして多くの人を助けていくのではないのかなと思ってます。これからも活躍期待してます。本当に谷くんお疲れ様でした。アビスパ福岡和子直樹です。プロ20年間現役生活お疲れ様でした。一緒にプレーしているときは自分らしくのびのびプレーすることができました。それは谷くんがいる安心感があったからこそです。本当にありがとうございました。次のステージでも谷くんらしく頑張ってください。谷くんお疲れ様でした。こんにちは、浦和レッズの坂井大輝です。谷くん、レーソルのレジェンドとして、素晴らしいキャリア、そしてレーソル時代は大変世話になりました。当時、勘違いせずに今こうやって、サッカーを頑張れているのは本当に常に新しい道に導いてくれたことに感謝しています。これから始まる第二の人生、みんな本当に楽しみにしていたので頑張ってください。この度は長い長い現役生活本当にお疲れ様でした。谷くん、現役生活お疲れ様でした。僕が1年目の時のキャンプの同部屋でいろいろなことを勉強させていただきました。僕の中でベストキャプテンは大谷選手です。それがこれからも変わらないんです。本当にお疲れ様でした。名古屋グランパス中谷慎之介です。谷くん、現役生活お疲れ様でした。僕たちアカデミー生にとっては谷くんという存在はとても大きく、一緒にプレーできたことは誇りでした。年末名古屋に移籍してからもパスタに誘ってくれて、ゆっくりサッカーの話をするのが僕の一つの楽しみなので、これからも誘ってくださいね。本当に谷くんお疲れ様でした。大谷選手お疲れ様でした。僕たちは大谷選手を超えられるように頑張ります。宮城優太です。
谷、20年間、本当にお疲れ様でした。谷がルーキーで来て、最初の千葉銀カップだったのに、いきなり、アシストして、すごい新人の方が入ってきたなって思ってたのが、ほんと少し前に感じるぐらいの感じなんですけど、ちょっとレースに、引退するっていうのは、ちょっとすごく今回、ありますし、ちょっと自分の身がありすぎて、何が先に辞めるとは見なかったんですけど、でも本当に、素晴らしい、サッカー人生だと思います。いつも、本当に練習、沈着で、大変になる、途中ですけど、お疲れ。